まり大阪ゴーフェスやられますよね、はい、やります、はい。意気込みは意気込みっすか。やっぱ僕がね、やっぱちょっと日本人の色違いなんで、やっぱり肌の色ちょっと違うと思うんで、やっぱその色地をやっぱ取っていきたいというか、まあ、日本人のやっぱ色地代表なんで、まあ、ちょっと、まあ、ミスターシャイニーって呼ばれるぐらいミスターシャイニーあの色違いをまあ取っていきたいなと。ミスターシャイニーだね。ミスターシャイニーなんで色違いを考えていく。そうですね、日本人の色違いなんで。ちょっと今カメラマンさんがめちゃめちゃツボってるミスターシャイニーにツボってるけど、そうっす、こうやって割といじっていい感じじゃない。いや、いじっていいですよいい、そうそう、だってまあ悪い、あの、なんていうか、こう、いいことというか、あ、そうそうそう、人と違うからいいことですからね。あ、なるほど、そうそうそう、制限ですね、いじって大丈夫と。僕も地元であの白い犬こう歩いてるじゃないですか。白い犬歩いたら、地元で僕すごいいじられキャラなんですけど、白いの歩いたら、お父さんおるで、誰がソフトバンクやってますみたいな誰がソフトバンクやとか、ちょっとこのノリがちょっと関西すぎてそうそうそうもう出会ってすぐなんかそのノリツッコミをするあたり、ちょっとあの僕生まれも育ちも埼玉なんで、ちょっとついていけないと思うんですよ。こち亀、はいはい、あるじゃないですか。あれで大阪編っていうのがあるんですけど、はい、あれは関東人がもう大阪を面白おかしく描いたみたいな感じで、はいはい、そういうことね。会社で乗りツッコミできないやつ人権ないみたいな、もう漫才できないやつはもう、はいはいはい、もうダメだみたいな、もうそれぐらいのことをすごいネタで書いてるんですよ。でもわりかし間違ってなくて、いじられたりとか返しがおもろいっていう理由で1年目から僕バイトリーダーになったんでそれだけでそうそうそう、1年目からなれるんですね。1年目からあの家電リサイクルのリーダーやってたんで、あのなんか面白さ大事っすね。なるほど、そうそうそう、ちょっとそこは関東人苦戦するかもしれない。そうそうそう、関東人はね、まず様子見から入るんですよ。そうそうそう、大事っす、ね、そう、そんなすぐね、ドイツ国できないんで。そうそう、関西の敬語と東京の敬語がちょっと違うんですよ。東京はもうなんていうか、あれねこれねってタメ口じゃないですか。でも関西は敬語なんですよ。あれねこれね、それねどれねって、そこがね、ちょっとやっぱもしなんか大阪来た時に大阪で喋って、え、タメ口やんこれって思ってまうかもしれないんですけど、まあ敬語なんで、あれねそれねは敬語、そう、敬語なんで、大阪人からしたら敬語なんで、まあ、ちょっと怒らずに見守っていただきたい。とりあえず僕はエスカレーターが右なのがめっちゃビビって確かについ癖で左にね、そう、乗ってしまう。京都やったらもうこんななってますからエスカレーター左右どちらもあるみたいな。そうそうそう、大阪やったら右統一ですけど、京都なんかいろんな人いるからもうこんななってますよ。いや本当に今日はありがとうございました。いや、ありがとうございました。はい、あの今後ともいや、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。音楽のコラボもしたらいいんじゃないですか。あの募集しましょうか。ちょっとポケモン GO の あの PV 作るの募集ですね。あー、ちょっとバンドをやりたいっていう、バンドやりたい、ちょっと話になったんですよ。一曲作る、一曲僕曲を作るんで、ギターとベースと鍵盤も欲しいですね。ちょっと、あ、とりあえず僕がドラム、そうそう、ドラムでギターとベースと鍵盤で、まあ、サックスとかその辺がもし来たらそれ込みで曲作るんですよ。あ、むしろ何でもいいんじゃないですか。とりあえず何でもいい、あの楽器できるよっていう人とりあえず集めて、そうですね、集めてから考えればいい。そうですね、集めて考えればいいから。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。最後、最後なんか一言、最後一言、一言、面白いこと言うんでしょ。面白いこと、うん、面白いことね、うん、そうですね、そうですね、面白いこと、はい、ちょっとですね、メジャーリーガー誰がさようなら、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。びっくりするぐらいほんまに上から下まで滑ってありがとうございました。またもう喋ってますか。もう喋ってます、うん、もう撮ってますじゃあちょっと、じゃあ先生ので、あ、もうここに来てます。マジで埼玉の人とは違うんで、はい、あの個人的にはあの西内のホテルに泊まられるって聞いたんですけど。そうですね、今日は普通のホテルですけど明日から。ああ、なるほど。西内に行きます。あのすごい安いところ、すごい安いところ、あの個人的にはすごいその動画楽しみにしてるんで、はい、ありがとうございます。そうですね、じゃん、ちょっと待って、やめてやめてやめて、どうもサワロルクです。ちょっともう一回お願いします。もう一回お願いします。
ちょっと待って、ちょっとミスったんで、もう一回お願いします。いやこの公園の雰囲気もいいですね。あ、ちょっと虫が虫が危ぶさくてですね。あ、じゃあちょっとあちらの人いるから。あ、このリアルポケストップはですね、僕は函館で見たことがあるんですけども、それ以来2カ所目ですね。函館と同じ感じだ。あー、いいですね。ちゃんとね、柵は乗り越えないでください、お手を触れないでください。全部函館と一緒ですね。9時になりました。9時になった。さあ、9時になりました。ハチ怖いよ。どう、吉川いた？まだいないです。私もノーシャイニー。いやでもまだまだ、あーでももういないか。でも来てないますよ、来てないますよ。カバンをかけたら、カバンを、はいはいはい、あーじゃあいなくなっちゃった。すり替えてしまったどんなミスもかけ、せちがらいよ。